はい、エースのバイオリンルーキーだよ。バイオリンだけじゃなくてピアノとかコーラスとかたくさんいろいろやります。エースは僕の頭の中の脳内を全部出したファンタジーな世界。ウェンディーファンタジー。エースのチャームポイントはなんといってもこんなキャラクターがいっぱいいる。不思議なバンドだよ。エースの秘密はこの無茶ぶりの髪の毛。実は食べれるんだよ。非常食なんだよね。エースの C、 チャレンジしたいことはやっぱり多分、行かないと分かんないことがすごくいっぱいあると思うんだよね。行った国の音楽をたくさん聴いて、たくさん吸収して、エースの音楽にどんどん取り入れていきたいと思ってます。そんな感じ。エースは6月6日にニューアルバム Tales for the Abyss を発売します。これは聞きどころはそうだな、たくさんの世界を旅してるような気持ちになれる音楽、いろんな国の音楽が詰まってます。聞いてみてね。僕もバイオリンいっぱい弾いてます。最後に、エースの音楽を通じて世界中を旅していろんな世界の人と楽しみたい、笑い合いたいと思ってます。みんなに会えるのを楽しみにしてます。じゃあルーキーでした。バイバーイ。じゃあ。